晴れの表浜海食が今サーファーヘン浜13里は、愛知県田原市厚見半島の先端、伊良ゴ岬付近にある日出の石門から、静岡県浜松市の浜名湖と外海の境目である、今、切れ口までの約 52km にわたって続く砂浜である。地元では、遠州灘を表海、それに対し三河湾を裏海と呼ぶことから、表浜と呼ぶことが多い。 高さ10メートルから30メートルの海食崖が,けが大部分を占め、常に波による侵食を受けており、1956年の調査では1897年測量時の海岸線よりも60メートル後退していた。このためテトラポットなどの波消しブロックが多数設置されているが、赤ウミガメの産卵地でもあるため、環境に配慮し一部で撤去する取り組みもある。 観光スポットとしては、旧東海道の潮見坂、伊古部海岸、サーフィンが盛んな赤羽海岸などがある。断崖と砂浜という風光明媚な海岸ではあるが、ウッドと呼ばれる、危険な巻き波が打ち寄せ海底に引き寄せられるため、遊泳禁止となっており、海水浴は厳禁である。一方で、波が高いことで逆にサーファーに人気があり、台風の日や冬でもサーフィンを観光する強者もいる。 赤羽海岸では公式にサーフィンの大会が開かれ、波を利用した町おこしの動きがある。釣り人の姿も多い。かつては地引き網漁が盛んに行われ、白身の魚がちくわの原料に使われた。現在はイベントとして地引き網が行われている。氷浜ブルーウォークとして清掃活動が行われている。ありがとうございます。